はい、皆さんこんばんは。本日はね、ムービックス伊勢崎で映画を見てきました。で、本日見てきた映画はこちらになります。王様戦隊キングオージャー VS ドンブラザーズと、王様戦隊キングオージャー VS 恐竜ジャーです。これを見てきました。でね、チケットがこちらになりますと。で、あとね、入場者特典でね、なんかカード型のカレンダーがついてましたね。でね、このバーサスシリーズですね。バーサスシリーズって昔はあの OVA とかね、映画ではやってなかったんですよね。そこまでね、認められてなかったんですね。ただね、この戦隊シリーズがね、切り替わるときはね、必ずやってたんですよね。その前の戦隊と今作の戦隊を、まあ、戦う、ちょっとね、あのビデオかなんかでね、オリジナルビデオでやってたわけですね。で、最近はね、もう特撮も人気が出てきたので、もうこの VS シリーズも映画版ということで、さらにね、今回はなんと、まあ本来ならね、まあ要するにキングオージャー VS ドンブラザーズっていうのが、まああの、いつも通りのバーサーシリーズなんだけど、まあ今回ね、まあいろいろつながりがありまして、恐竜ジャーが出てくるっていうことで、なんとね、恐竜ジャーですよ。まあ最近はね、僕もあんまりその、特撮見てなかったんですけどね、ドンブラザーズもね、最初の頃は見てたんだけどね、まとめて見れるんであればって感じだったんだけど、気がついたら終わってたってことで、さ、序盤しか見てないんですよね。キングオージャーも見てなくて、まあなかなかね、まあもう最近ではもう劇場版オンリーっていうんでもいいかなって感じで見てはいるんですけど、まあでもね、恐竜じゃ見てました。あ、懐かしいね、あの充電戦隊恐竜じゃですよね。今じゃね、この主人公の流星涼さんでしたっけ、ちむどんどんのね、頭のおかしいお兄さんとかね、あと最近大河ドラマも出てますよね、光る君へで。ちょっとね、このやんちゃなキャラやらせたら、もう本当にこの恐竜じゃのキングですよね。本当にね、いい感じなんですよ、やんちゃ感が。まあで、物語ね、あるっちゃあるんだけど、まあ一応ストーリーね、キングオージャー VS ドンブラザーズはね、キングオージャーとドンブラザーズは今、死の国、ハーカーバーカーにいた。彼らは全員いろいろあって死んでしまったのだ。お互いに相手が何者なのかわからないままに対決が始まる。この戦いに終わりはあるのか、いや、そもそもこんな戦いがなぜ始まったのか、やがて彼らは一つの深淵なる真理へとたどり着くっていうのと、あとね、キングオージャー VS 恐竜ジャーですけど、まあ物語はね、地球を侵略した宇宙をダグデドを追って旅立ったキル大吾とウツスイマル。しかし、ダグデドとの戦いの最中に、ウツスイマルは別時空の地球へ飛ばされてしまう。たどり着いたのはダグデドから宇宙を救えず、デーボス軍に侵略された地球だった。荒廃した未来を阻止するべく、再び元の時空へ向かったが、時空改変の影響で地球では新たな宇宙王となったギラが君臨していたという話になってきますね。まあ正直ね、このドンブラザーズとね、キングオージャーに関してはもうね、コントというのか、もうちょっと演劇チックな感じですかね。ちょっとこのシュールな、感じの話になってきますね。このキングオージャーのね、キングレッドですね。このキングレッドの、ところに、まあ、ドンブラザーズのドン桃太郎がね、やってくるわけですよ。いつも通りね、仕事である高い物を持っていくわけですね。そしたらね、きび団子食ってて急に死んじゃうんですよね、喉詰まらせてっていう感じの流れで、まあコロコロみんな死んでっちゃうんですよ、あの変ななんか冗談みたいな感じで。で、その中でね、なんか変なね、じいさんの変な王様みたいながいて、それがね、ちょっと交通事故で死んで、転生したら今度はね、強い敵になって、まあ彼らをね、狙うというかね、そういう話になってきます。まあだから結構ね、キングオージャーとドンブラザーズのキャラクターたち、それぞれの色たちが出会うことによって、なんかね、まあいろいろ最初はね、打ち解けるんだけど、だんだん変なね、冗談みたいな死亡事故になっていくわけですねで、全員コロコロ死んでいって、で、死んだ先がハーカーバーカーというところ、その黄泉の国みたいなところですね。そこ行って、そのなんか知らないけど、あのこいつらが悪いんだってことで、キングオージャーとドンブラザーズが喧嘩するっていう、まあ、変身してね、本気で戦うって感じですかね。そんな感じで、で、そこにそのなんか年寄りの変なね、悪役のやつが邪魔をすることによって、あの邪魔しなきゃいいのに邪魔しちゃって、自分のところに矛が向いてくるって話ですかね。で、まあこの2人に、あ、この2つの戦隊にやっつけられてしまうって感じですかね。まあそんな感じなんですけど、まあとりあえずね、まあこっちはね、コメディチックなね、話になってきます。まあそれはそれでね、まあ面白い感じですね。なかなかいい感じじゃないですかね。で、こっちは恐竜じゃのはね、なんかね、キングオージャーの方で、まあ、なんとね、恐竜じゃのこのキングの息子ですね、プリンスっていうキャラクター出てたらしいんですよ。で、このプリンスにまつわる話ですね。そのプリンスを鍛えるとかね、そういった話をね、ウツスエミマルが、まあ、時空を超えてプリンスを預かり、さらにそれを、ね、鍛えるみたいな話になっていく感じなんだけど、まあ、ウツスエミマルがね、結構雑なことをするせいで、時空が飛んでもないことになって、まあ、キングレッドがね、
あの闇落ちするっていう話ですかね。キングレッドが闇落ちして他のキングオージャーたちがその失敗人生を歩んでるって感じですかね。まあよくあるっちゃよくある、まあイフストーリーっていうかね、そういった感じになってきます。でそこをこのね恐竜ジャーたちがその時空改変をまあ直してまあ一緒に戦うって感じですかね。まあだからね、まあイフの物語を楽しむというか、まあ基本的にそんな VS シリーズはそんなに凝った物語ではないんですよ。なんかすごいなんか伏線がどうのみたいなね。ただちょっとねお祭り感覚、うん、あのせっかくねこの自分たちの大好きな戦隊たちがちょっとね絡んで、まあ悪ふざけ的な本編でやれなかった もしもの物語をねやってみたらどうかなみたいな話ですね。まあこのねブレイブが荒れるぜ止めてみなってね、ブレイブってまた懐かしいっすね、本当に懐かしいな。まあそんな感じでまあ全員ね、勢ぞろいして戦いますよって感じですね。で基本的にねこの戦隊もの映画版はねやはりね盾とかねアクションシーンがね本当に豪華なんですよ。この本当にね剣を持ってこう振り回したりとか、うん、この走っていったりとか、基本的にアクションシーンを楽しむっていうのがねこの特撮ものの面白さですね。まあ物語どうのとかっていうよりはやはりこのプロのねスーツアクターの方たちのこの動きですよね。これを本当にもう昔からねこの劇場版の特に戦隊ヒーローものはまあ物語がどうでもいいんですよ正直。このね本当に剣を持って振り回してね、なかなか最近ほら時代劇がないじゃないですか。時代劇がないので剣とかね盾とか言ったもののその技術があるわけですよ。あの日本にはその盾の技術をまあ今継承してるのがこの戦隊ものなんですよね実は。なのでそういったね盾とかねその剣を振り回したりとかねそういったものだから結構戦隊もの最近もうみんな剣持ってるでしょ、うん、剣持ってれば見栄えもあるし子供も受けるし、さらにねその時代劇で培われたその技術がねその継承できるということでね、まあ必ずやってるっていう。一時期ね戦隊もの結構ねうずまさを維持するためなのかななのか、まあその時代劇のねあのほら撮影場所あるじゃないですか、あそこの維持させるために戦国時代とかねその向こうに行くっていうのはね結構劇場版ありがちだったんですよね、うん、なのでそういった意味でもうずまさをね潰さないためにも、まあ、時代劇の世界に行ったり、あの恐竜者で言えばまあうつせい丸とかねこうちょっとサムライチックなキャラとかね出てくるわけですね。まあそんなわけでね結構まあ楽しめる、あの一応いろいろ考えずに、うん、楽しめるし、まあ物語とかねキャラクター全然知らなくても、うん、そういったアクションシーンを見ながら楽しんでくれれば全然面白い映画になってます。本当に特にね子供なんか全然楽しめますよね、こっちのこういった方が。逆にちょっと仮面ライダーの方がね物語知らずに見るとちょっと意味がわからなかったりはするんですけど、あの戦隊ものはね劇場版でもね全然そんなに難しいことないので、あの基本的にね物語は合ってないような話で、まあ見せ場はねもうアクションシーンなんですよ、うん、アクションシーンなので、まあぜひねこうアクションシーンを見に行ってくださいということで、まあ本日はねそんなわけで王様戦隊キングオージャー VS ドンブラザーズと王様戦隊キングオージャー VS 恐竜ジャーを見に行ってみたでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。